皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日から新しいキャラクターが登場した時にそのキャラクターがどんぐらい強いのかっていうのと、まあその期待値みたいなのを込めてそのキャラクターの評価っていうのをちょっと知っていこうかなと思ってるんですよね。で、ダークサイドオブディメンションズワールドに城之内勝也選手がね、ゾウのうんちくんが来たんで、ちょっとこのキャラクターについて今日は評価をしていこうかなと思ってます。まあ、主にスキルの強さとか、あと将来性と、あとそれから報酬、自分のこのレベルアップ報酬、まあちょっとレベル上げ終わってないんだけど、まあちょっとレベル上げ終わってないこの段階でこいつが強いか弱いかっていうのがお察しみたいなとこあるんだけど、そのレベルアップ報酬のことについて話していきたいなと思います。でまずはですね、レベルアップ報酬について、まあ基本的に僕読んでたのが、こいつのレベルアップ報酬でギアフリードが来るとか、レッドアイズギアフリードとかあとレッドアイズファングとかが来るかなと思ってたんですけど、全く来ないんですよ。全くね、意味関係ねえ。なんか光の追放者とかいう、なんかね、もう強いんですよ、こいつも。こいつはフィールド上に表が表示存在するとマクロコスモスするよっていう効果なんで強いんですけど、これなんか全然なんか関係なくね、なんか城之内関係あったっけ、これなんかあんま関係ない気がするんだけど、なんで俺光の追放者なんだろう。なんか使ってたんかな、ちょっと覚えてないけどね。ダークサイドオブディメンションズワールドでは全くこいつデュエルしないんで、なんか使ってた記憶とか、なんかこいつがその機械の強者を使っていた記憶はないんだけど、このカードはすごい強いんですよ。だから今巷で城之内がなんて呼ばれてるかっていうと、機械の追放者控え剣って言われてます。追放者控え剣って言われてます今。ダークサイドオブディメンションズ城之内くんはかわいそうすぎる。で一応見ていくと、報酬がまずイリュージョンシープでしょ、いらないよね。で、大金星いらないよね。で、イリュージョンシープいらないよね。で、光の追放者これいります、これいるんだ。だから、まあ、光の追放者控え剣って言われてるんですけど、で、大金星いらないよね。で、王座の侵略者も別にいらないよね。で、添えの剣士も別にいらないよね。今さら、まあ、これ確か3枚目かなんかだったっけな、確かになったんですけど。で、モノマゲン組織、今さいらないよね。で、光の追放者、まあ、これはいるけど、まあ、引き加減の言うんですよね。で、大金星もいらないよね。で、一撃必殺侍、まあ、こいつも結構強くて、相手モンスターと戦闘行うダメージ消す、ステップ開始時に、コインとして裏を持って当たったら、相手モンスター破壊するっていうところなんですけど、なんか別になんか使うかと言われても、キングオブ今さらモンスターなんで、キングオブ今さらモンスター感あるんですよ。なんで別に使わないかなって思うので、総じて今のところ、まあ、星5がマックスだとすると、報酬カードは光の追放者があるから星3くらいですよね。光の追放者があるから星3くらいの評価。まあ光の追放者引き換え券っていうゆえんは分かるかなっていうふうに思います。はい、かわいそうすぎんだ。なんかレッドアイズとかなんか入ってるよな、最低でもなんか1枚くらいは。なんかね、いろいろあるんですよ、まだ来てないモンスターで。例えばデュアルモンスターのレッドアイズ、ブラックフレアドラゴンだっけ、あの黒炎竜、レッドアイズフレアドラゴンだっけとか、あとそれから、あでもね、ダークネスドラゴンとか、多分ファングとかは GX の、 吹雪さんっていうキャラクターがいるんですよ。レッドアイズを使う吹雪さんのために取っておいてるっていう説が一応あって、なんでもしかしたらそこで来るかもしれないから、まあ城之内で起こさなかったみたいなことはあるかもしれない。ただね、なんかね、よこしてほしかったね、その辺のカードは。なんか1枚ぐらいレッドアイズ関連で、なんかギアフリードこいつのレベルアップでよかったろ。なんで心拍にすんだよ、おが頭おかしいだろマジで、どうなってんだっていうね、まあ、そういう評価ですね、カードの報酬は。で、スキルの確認をしていきましょう。まあちょっとまだ全く掘ってないんで全部ゲットしてないんですけども、まあ一応固有スキルを中心に見ていきたいと思います。レッドアイズ融合っていうスキルね、自分のライフポイントが2400以下の時に、自分の手札のレッドアイズカードをデッキに戻すと、デッキからレッドアイズフュージョンを手札に加えると。で、2400だった場合は、墓地のカード、墓地のレッドアイズドラゴン、ブラックドラゴンを、デッキに戻して、レッドアイズフュージョンを手札に加えるってこともできますよみたいな効果なんですけど、あのね、使いにくすぎる使いにくすぎ、2400以下ってなんだよ。例えば2500以下とかあったらまだわかるんですよ。例えばですね、深淵の宣告者とか、1500減らせるとかいうカードは結構あるんで、
結構使いやすくなったかなと思うんですけど、2400以下の時ってかなり使いにくいですよね。1600減らすっていう、まあ、だからまあ基本的にはであのライフを半分にして使うことになりますね。あのサイバルティックフュージョンサポートとか銀幕とか、あのああいう半分、払うみたいな効果のカードと一緒に使うことになると思います。で、自分の手札のレッドアイズカードを1枚できるものして、フュージョンの手札に加えるって、別にそんなことしなくてもインサイトとかで別になんかレッドアイズフュージョンを手札に加えられるし、まあ、使うんだったらその下のライフポイントが2400の倍っていう効果なんですよ。あのレッドアイズブラックドラゴンを、墓地のやつをデッキ戻してフュージョンを手札に加えるって結構やっぱ1枚手札増えてるんで強いんですけど、ライフポイントが2400の倍なんですよ。無理じゃないそんなの、無理じゃんこのスキル迷惑じゃない、このスキル迷惑なんだけど、ということで、まあ、ちょっと使いにくいね、使いにくい、まあ、こんなことしなくても別にレッドアイズフュージョンとレッドアイズインサイトぶち込んどけば別に初手にレッドアイズフュージョンに逃げれるから別に使うなんか意味がないかなと思ってます。 今のところで、融合変化レッドアイズ、これはちょっとね面白い効果持ってるんですけど、手札のそのこの仕掛けの3枚のカードを墓地送ると自分のフィールド上の元々のカード名がレッドアイズブラックドラゴンとなるモンスターを、特定のモンスターに変えるよと。で、手札から、赤魔族の中心モンスター、まあ、例えばデーモンの召喚とかね、そういうのを送ると、ブラックデーモンズドラゴンですね、これが、変身してますよ。レッドアイズがフィールドにまずレッドアイズを出さなきゃいけないんだよね。フィールドにレッドアイズが出てる状態だったら、だから、まあ、デーモンの召喚とかを切ると、そのレッドアイズがブラックデーモンズドラゴンに変身しますよと。で、レベル6ドラゴン族の通常モンスター、まあ、例えばメテオ、ドラゴンとかね、を捨てると、メテオブラックドラゴンになれますよと。で、レベル4の地属性戦士族の通常モンスター、まあ、要はアックスレイダーとかね、あの辺のモンスターをあの最強の UR と噂の砕く UR 弾と言われている巷では、あれ言われてないそんなことはそういうモンスターを墓地に手札から墓地を送ると、レッドアイズスラッシュドラゴンになれるという感じですね。で、これも別にこんなことしなくてもそのレッドアイズフュージョンすれば全部出るんですよ。ブラックデーモンズドラゴンも出せるし、メテオブラックドラゴンも出せるし、スラッシュドラゴンも別に全部レッドアイズフュージョンさえあれば出せるんですよね。で、インサイトとかガンズミすれば別になんか出そうと思えば余裕で出せるから1枚で手札から、これ結局レッドアイズブラックドラゴンフィールドにいる状態で、手札のカードを切らないといけないからカード2枚ぐらい使ってるんですよね、そもそもこの盤面作るときって。だからね、アドバンテージの損ですこのスキルは基本的にね。うん、だからね、これも別になんかあんまり使うなんか必要性感じないスキルです。はい、でね、これですよ、プロへの第一歩、幽霊評価のアドバンス評価のポイントが 1.5 倍になる。強すぎか、おい、強すぎか、強すぎか、このスキルは。なんだこのスキル、強すぎるだろ、なんだ俺最強だわ誰が考えたんだよこのスキル、なんだよ 1.5 倍って、せめてさ5倍ぐらいにしてやれよ。なんだよこれ、なんて屈指の未使用率をね誇るスキルになりそうです。これはあの屈指の未使用率を誇ってるスキルが結構ドローパスっていうスキルがあって、これなんかドローフェイズ時に通常のドローを行う代わりに300ライフを回復するっていう最強のスキルがあるんですけど、デュエル中に3回も使えるねこのスキル、これとかが屈指の未使用率を誇ってるスキルなんですよ。これとね同じぐらいのねなんか強さ誇ってると思う。多分これ、これデュエル評価のアドバンス評価のポイント 1.5 倍になる。まあ要は多分あれアドバンス評価っていくつだ、ポイント500ポイントとかあるのかなぐらいの、ポイントがなんか750とかそういう風になるっていうイメージだと思うんですけど、ああ、え、どういうこと、何をさ、何を思ってこのスキル考えたの、マジでマジでどういうこと、エンターテイナーすぎんだよなこの城之内に関しては、 DSOD ワールドの城之内は。で、これね、これちょっと面白いです、ライバルから譲り受けた魂たちっていう、自分のフィールド上に元々のカード名が、レッドアイズか、それから人造人間サイコショッカーかフィッシャーマンがいる場合、自分のフィールド上のそれらのモンスターの攻撃力が種類かける300アップする、永続的に。まあだから、ターン終了時までとか書いてないし、永続的に打点上がるんですよこれ。だから例えば、人造人間サイコショッカー1体だけいるっていう状態でも、スキル使うと永続的にこいつの打点が2700になると。まあ、もちろんね、レッドアイズと、人造人間サイコショッカーが並んでる場合はこいつらの打点が、両方とも30003000になるんで結構強いスキルかなと、永続的にですよ、なんですけどね。まあ、ただね、サイコショッカー自体がレッドアイズと相性が良くなくて、結局そのレッドアイズデッキってトラップデッキなんですよ。トラップカードを結構駆使するデッキなんですけど、トラップカードを封じるからこのモンスターあんま良くないっていうのと、あと
まずフィッシャーマンはまあもう本当になんかお察しみたいな感じなんですけど、あのインセクトクイーンっていうねライバルから譲り受けた魂のインセクトクイーンがハブられてるっていうね、このスキルからこれハブんのやめろよ、すぐハブってのやめて、そのスキルから。もうスキルだったらさ別にいいじゃん、ここに 1個ぐらい追加しやれよインセクトクイーンぐらいと、まあ、そういう感じですね。はい、まあこのスキルもまあ別に使わないかな、あえて使うことはないかな、うん、今のところいいところがないぞ。大丈夫かで、タイムルーレット大成功っていうこのスキルですね。で、ね、これもねそこそこ面白いスキルでありますね。一応これ相当エンターテイナー、これなんかエンターテイメント性高いんですよね。なんかエンターテイナー、まあ、キングジャックアトラスさんですかっていうぐらいエンターテイナーするんですよ、城之内くん。テクノ魔術師のコイントスが当てたターンに自分のフィールド上の元々のカード名が下記のモンスター、まあ、こいつら、ベビードラゴンかブラックマジシャンがいれば、そのモンスターを、ブラックマジシャンだったらこの国の大賢者に変えるし、ベビードラゴンだったらこのサウザンドラゴンに変えるよっていうスキルなんですよね。まあ要は原作再現みたいな感じなんですけど、あのねこれもね、ちなみにこれ変えるっていう対象、それぞれ対象のモンスターに変えるっていうスキルなんですよ。だから例えば国有の大賢者ってこれ特殊召喚に成功した場合にデッキから魔法カードを手札に加えるよっていう効果ついてるんですね。これ結構強いんですけど、これ、一応そもそも時の魔術師のコイントスが当たったらデッキから出せるんですよ、こいつで特殊召喚できるんですよ。で特殊召喚にしかこの効果は反応しないんですよ。だからこの変えたところで対象のモンスター変えたところで効果発動できないんですよ、僕の大賢者のね。そもそもそれがもうまずデザインミスなんですね、これで。ベビードラゴンがサウザードラゴンに変わるっていう、まあ、このスキルだけはね、まあ、ワンチャンなんかネタとしてはありかなと思うんですよね。例えば、ベビードラゴンを魔の試着部屋とか、予想外とかああいう、まあ、通常モンスターをデッキから特殊召喚できるよっていう効果を使ってで出していくと。で時の魔術師を通常召喚してで時の魔の効果この、まあ、人掛け、タイムマジックをね決めないといけないんですけども、まあ、人掛けしてタイムマジックを決めて表出たら例えば魔の試着部屋であれば2体とか出てるかもしれないですよね。ベビードラゴンが2体出てれば2体を両方ともサウザンドラゴンに変えるとかできるんですよ、まあ、そういう面白いことはできるかもしれないけど、変えたところでなっていうね。バニラの2400と2000出てきたところでなんか相手困りますか？困んないですよね。エンターテインメント性は高いけど、なんかもうちょっとやりおらあったんかな、こいつのスキル。ほんまに。なんかね、今んところね、いいところが見当たんないんだよな。で、これか、俺の戦士たち。こちらね、俺の戦士たち。これがね、一応汎用的なスキルでございまして、自分のフィールド上に存在するレベル4持続性戦士族のモンスター、まあ、要はアックスレイダーとかね。アックスレイダーとか、まあ、あとはあいつですわ、エレメンタルヒーロ ワイルドマンとか、ああいうモンスターの打点を200アップすると、永続的に毎ターンは毎ターン使えるんで、まあ、これはワンチャンスキルとしてはありかなと思いますけど、まあそんな感じなんですよね。まあ、今見てもらったら分かる通りエンターテイメント性が高すぎて、まあ、スキルの評価点でいうと、まあ、星5が満点だとしたら星1ですね。で、まあ、カードの報酬が星3で、スキルが星1なんで、まあ、総合点、星5がマックスだとすると星2です。星2つですね。はい。ジョノーチ君は。なんか、不服が、モノモースっていう皆さんなんかいればね、ぜひコメントで残しておいていただければと思います。俺は星2だと思う、このキャラクターは。はい、ということでこんな感じで新しいキャラクターが出たらこのキャラクターの評価をちょっとこれからしていこうかなと思うんで、はい、楽しみにしていただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあな。